まこ、お誕生日でおめでとう。12歳。はい、皆さんおはようございます。ロサンゼルスロコユタです。今日もですね、Vlog を撮っていこうと思うんですけれども、今日は私の猫、上の猫ちゃんマルコのお誕生日ということで、今ね、チュールを2本あげたりしておりました。今日はですね、今これまあシャツ見てもらっても分かる通り、お昼間にディズニーランドに行きまして、今日は、エンジェルスの、アナハイム球場で行われるエンジェルス対ドジャースのね、今有効試合といいますか、まあ、同じロサンゼルス内の球団にチームがね、たまに試合するんですけども、その試合を見に行こうと思っております。まあ、WBC 明けなんでね、すごい人も多いと思うんですけれども、まあ、アナハイムでディズニー半分、エンジェルス半分ということで、まあ、そういうねツアーといいますか、そういうプランでこの今年いらっしゃる方も多いと思いますので、まあ、私のそういった Vlog なんかもちょっと撮っていこうかなと思っております。それでは、ちょっと用意してから車でアナハイム向かいます。で、そこまでインナーアウトはまだしてないですね。チーズバーガーも 3.65 か、前は 3.5 だったんですけど、ちょっとだけ値上がりしましたね。でも今はまあこの物価高の中だと、このバーガーはだいぶ安いと思います。美味しいし。はい、あとアナハイムまで10分ぐらいなんですけれども、ちょっと腹ごしらえと言いますか、まあ何回もね、パークに入っていると、そこでずっとご飯食べてると、お金がねもう破産してしまうので、ちょっと近くのイネラトバーガーで、持ち帰りして、パークに入る前に、駐車場の前でところで取ろうと、食べようかなと思っているんですけども。はい、ディズニーランドの駐車場を今、待っております。ですね、今駐車場は車1台30ドルになっています。まあ、他のね、もうちょっと遠いところのパーキングだったら25ドルとかあるんですけれども、なのでね、今年から私も年パスをアップグレードをしまして、もうパーキングがついてるものにしたんですね。計算したらもう15回か20回ぐらい行ったら、もうその方が安いですし、まあ、またその方がね、パーク内の割引とかもついてるので、まあ、ちょっと奮発して、まあ、私も頻繁に行く方なので、まあ、その方がいいかなと思って、アップグレードしました。いや、平日の月曜なんですけれども、12時なんですが、めちゃめちゃ混んでますね。Oh no, Inspire, sorry. Thank you so much. はい、駐車しました。入る前にハンバーガー食べてから行きます。今この駐車場でパークに走らないで車の中でインアナと食べてる人、私だけじゃないかなって思うんですけど。まあ、お腹ちょっとね、空いてるので、これ食べてから入ります。はい、ディズニーランド着きました。今日はね、もう3時間ぐらいしか入れないので、今からちょっとパレードだけ見て、ちょっとぐるっと一周回って終わる感じになると思うんですけれども、この春の時期ですね、ここのトランペットツリーという木がね、ピンク色になるので、すごい大好きな時期になります。めっちゃ綺麗です。レジー、バイバイ。Hi, Hi, Mickey. Do you like my bag? Yes, it matches your color. Thank you. はい、無事にミッキーとミニーとも写真撮れたので、ちょっと今日はメインストリートのベスポジのところからですね、マジックハプンズ見たいと思います。今2時なんですけれども、ショーが3時半で1時間半ぐらいちょっと待ちたいと思います。ベスポジ撮れたんで頑張って。暑いですけれども座って待ちます。全編はね、もし見たい方は私のインスタグラムに載せますので、ぜひ見てみてください。いや、長く待った甲斐がありました。めっちゃちょっと暑くて頭がちょっとフラッときそうだったんですけども、待ってよかったです。ベストショーです。
はい、今時刻は4時10分でパレード終わりました。今から車に戻って、今日ですねお客様で、今からエンジェルスの試合を見に行く方がいるので、その方をピックアップして一緒にエンジェルス球場に向かいたいと思います。はい、エンジェルス球場に着きまして着替えました。ちょっとね今日ね思ったよりめちゃめちゃ暑くって、この上にダウン着ようかと思ってたんですけど、これでちょうど良さそうですね。まあ大谷選手のブランケットあるんで、それで寒かったらしのごかなと思うんですけど、ちょっとこれババシャツ見えてるけど、まあいいか。今日はですねドジャース対、ロサンエンジェルスの親善試合ということでね、オープンが始まる前にその、ロサンゼルス内の2球団の対決ということでね、やっぱりドジャースってすごい人気なんで、今この駐車場に泊まってるんですけど、周りほとんどドジャースファンでございます。ちょっとねやっぱりチケットとかもドジャースの試合、ドジャース対エンジェルスの試合ってすごい売れるので、まあ結構ね周りアウェイかもしれないんですけども、頑張って応援したいと思います。それでは行ってきます。はい、選手たちの写真新しいのに変わっておりました。大谷選手の写真もねもうずっとハゲてたんですけども、やったやっと新しいのに変えてくれてますね。綺麗だな。ちょっと一個一個撮っていこうか。Thank you. 入りました。サインのものとか売ってますね。試合で使われた折れたバット100ドルで売ってます。選手のサインボールいっぱいあります。大谷さんは1495ドル。あとデイビッド・フレッチャーとかね179ドルとか、やっぱり一番高いのが大谷さんか。あ、そうですね、一番高いのが1500ドルの大谷選手です。わ、これめっちゃいいですね、この写真。マイク・トラウトと大谷さんの握手の写真、どっちの写真、サインも入ってる。お値段は5000ドルでございます。大谷さんが打ったボール、試合のボール200ドルです。マイク・トラウトは100ドルで売ってます。この2階のスタンドの方にはですね、いろんな試合で使われた選手たちのグッズなんかが展示されております。これなんかすごくないですか。大谷選手のオールスターゲームで着たジャージーです。またねここを歩けてめちゃめちゃ嬉しいです。今日はねもしかして大谷選手が投げるかもというふうに、まあ、賭けをしてたんですけれども、まあ、投げないんですが、ブルペン前をね取ってたんで、そこから観戦することになると思うんですけども、エンジェルスの投手なんかちょっと見たいと思います。今年初のヘルメットに私買います。マジでミニタニさん、すごいミニタニさん始球式なの、やば。してるかな。 15% チップしたんですけど、それで22ドルでした。高くなってるかな。多分そうだと思う。結構すごくってちょっと怖い場面もありまして、ちょっと今ねもう大谷さんも DH から外れたので、今ちょっと席から出てきていろいろ見たりしております。
まあ、今日はねこれからまあお客様をお送りして家に帰る感じになるんですけれども、まあ、今日は半日ディズニーランドを楽しんで半日、エンジェルス球場を楽しんでいきました。まあ、今年ですね、これからいっぱい球場シーズンもめっちゃいっぱい人が来ると思うので、皆さんエンジェルス球場にいらっしゃった場合にはいっぱい応援しましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。